マイデイビデオをご覧の皆さん、ダージャーハウ橋本愛です。何か専門的な知識だったりとかの勉強はそこまでせずに、今回3つの家庭に家庭教師として赴くんですけど、家庭ごとにキャラクターが全然違うんですね。別人格をこう演じてるような感じなんですね。で、3つキャラクターがあって、その、1つがメリーポピンズ風のキャラクターで、1つが熱血教師風で、もう1つがなんか怪しい教師みたいな、なんか そのそれぞれでこう衣装だったりお化粧だったり、そのお芝居のアプローチをこうどう、なんだろうな、コントラストをつけていこうかなっていうことを主に取り組んでました。ありましたか？そうですね、面白いなと思ったのは、単純にやっぱりそうやって家庭ごとに全く違うキャラクターを演じるっていう経験がやっぱりないというか、あんまり皆さんも見たことないと思うんですけど、それはすごく楽しんで演じられていますし、なんか向き合う人によって自分のその出てくる、なんだろう、喋り方だったり声とかがこう自然に変わってくる部分があって、それはあ、こういうシーンはこうなるんだなみたいなのが、そう、自分も発見があって面白いですし、辛いっていうのはもう本当に滅多にないんですけど、トラコさんすごい頭がいい人なので、なんていうんですか、情報をなんかウィキペディアの情報をシリみたいに喋るみたいな時がっていうシーンがたまにあって、その時はもう脳みそが結構爆発するぐらいにスパークするんですけど、それ以外はもう基本的には楽しくやらせていただいてます。参加者とも本当にすごく素敵な方々で、でお三方ともみんなそれぞれキャラクターが全く違うんですね。だからトラコも全然違うけど、家庭それぞれのカラーというか性格も違っていて、それがだから本当に同じドラマを撮っているようには思えないほどの違いがあったりして、なのでその、なんだろう、皆さんにもすごく楽しんで、トラコの今日はこのキャラクターなんだねっていうのも楽しんでもらえてる気はしますし、それぞれのその母親家庭の問題なんですけど、主にそのお母さんたちが抱えている問題に対してトラコは結構その切り込んでいくので、お母さんとの関係性っていうのはすごく面白いなっていうふうに思いますね。全然ありますね。中学1年生までです、私の勉強にちゃんと頑張ってたの。そう、なんかすごい覚えてるのが、中学1年生の時まで記憶力だけはすごい良くて、なのでなんか教科書をほぼなんか暗記していて、なのでテストに強いタイプみたいな、身にはなってないんだけどテストには強いタイプで、なんか英語を1回だけ100点を取ったことあるんです。まあ、中1の This is a pen レベルなんであれなんですけど、それで中学2年生くらいからその仕事を始めたので、なかなかその勉強する時間がなくなってきてからはやっぱりどんどんもう分からなくなってきて、今ではもう全なんかあんなに得意だったのに全然みんなが知ってる単語すら知らないみたいなのが結構コンプレックスだったりして、はい、めちゃつまずいたまま10年間来てます。このドラマはその台湾の皆さんにとってどれだけこう親しみを持っていただけるかわからないんですけど、でもこのドラマは多分日本の中においてもすごく特殊な、いい意味でとても変な面白いドラマになってると思うので、皆さんにもぜひなんかその、トリッキーな部分だったりとかを面白がっていただけたら嬉しいなと思います。私が出演するドラマ家庭教師のトラコはフライデイビデオで独占配信いたします。ぜひご覧ください。フライデイ